梅ヶ瀬渓谷梅ヶ瀬川梅ヶ瀬渓谷は、千葉県市原市にある養老川、尻梅ヶ瀬川の侵食により形成された渓谷。千葉県市原市のほぼ南端に存在する。渓谷を流れる梅ヶ瀬川は、市原市の最高峰、標高292メートルの大伏山の南方約500メートル付近に、その源を発し、 小港鉄道養老渓谷,谷駅の南西約300メートル付近の市原市長行原と同志与立の境界付近で養老川本流に流入する。4から5メートルの川の両岸には長いところでは80メートルにわたって高さ30から50メートルの梅ヶ瀬層と呼ばれる垂直に切り立った侵食崖を形成している。本渓谷の一帯は すぐ東側に隣接する養老渓谷とともに、千葉県有数の紅葉の名所として、観光地となっている。また、渓谷の最深部には、奈良の月ヶ瀬に習って、梅ヶ瀬と命名し、この地に理想郷を建設しようとするも夢叶わず、この世を去った、明治の教育者、日高誠実邸宅跡があり、当時に植栽されたカエデの大木がその名残を、忍ばせている。 女が蔵から日高誠実る邸宅跡まで川沿いに、ハイキングコースになっており、川の中の飛び石伝いに散策することができる。また、大福山麓から日高誠実る邸宅跡にかけても、もみじ谷の尾根伝いにジグザグにハイキングコースになって、いるが、こちらは前日ルートより停車が急である。ありがとうございます。